ところところつぶつぶっていうか点々があるんですよね。これ唐辛子エキスなんでしょうね。それではいただきます。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。サンロードではですね、インスタグラムもしてるんですけれども、そのインスタグラムをですね、ちょっと見てましたら、そのフォローされてる方がですね、ある商品アップしてたんですよね。これ私興味持ちまして、早速買って参りましたよ。その商品が、こちら。木村の塩泉ホットチリです。もう熊本ではね、木村有名なんですよね。もう熊本の人は分かられるかと思いますけども、コマーシャルでね、金無断のあられ、おせんべいっていうのが流れてましたよね。その木村が作っているこちら、塩泉のですね、なんと、ホットチリ味なんですよね。まあ、ホットチリ。もうね、イラストからしても結構、こう辛いんじゃないでしょうか。ね。こちら、食べるほど口いっぱいに広がる唐辛子の効いた極うまスパイスってことでね、辛いもの好きの私はですね、もう惹かれましたんで、ちょっとつい買っちゃいました。それでは、どのくらい辛いかですね、早速試してみようと思います。はい。もうね、ところところつぶつぶっていうか点々があるんですよね。これ唐辛子エキスなんでしょうね。それでは、いただきます。いつもの塩泉なんですけども、そこにね、この唐辛子のピリッとくる辛さが最高ですね。これいいわ。私にとってはですね、もう辛いってほどでもないんですけども、やっぱり舌の上がヒリヒリしますんで、その辛いものがね、弱い方はちょっと辛く感じるんじゃないかなって感じですね。ここだけの話、先ほど、焼きそばと食パン食べたんですけど、その後食べれるかなと思ったんですけども、これ入りますね。っていうか止まんないんですけど。まあ、塩泉自体がね、もう一度食べ始めると、なかなかやめられないじゃないですか。そこにね、唐辛子の辛さが加わることによりまして、よりやめられなくなりますね。ホットチリっていうだけのことございまして、あのね、辛さがね、結構下の上に来ますね。お腹の方はそこまでね、熱くなったりはしないんですけども、口の中、特に舌の上がですね、結構ヒリヒリくるような感じですね。なんで、辛いものがちょっと弱い方はですね、結構辛く感じるんじゃないかなと思います。私にとってはですね、もうちょうどいいほどいい辛さでね、もう一旦食べ始めるとなかなかやめられない癖になる味わいですね。木村の塩泉ホットチリ味、ぜひですね、辛いものがお好きな方、特にお試しいただければと思います。またこちら、結構下の上ヒリヒリしますので、お子様はちょっと控えた方がいいんじゃないかなと思います。辛いものが弱い方もですね、ちょっと控えた方がいいかと思いますよ。それくらいですね、下の上ヒリヒリしますので、ぜひですね、辛いものがお好きな方はこちら、木村の塩泉ホットチリ、お試しいただければと思います。もう一旦食べ始めると、なかなか止まらないですよ。ご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。